帯からご覧いただきましょう。リエ池田がタッグを組みます。相手はクラッシャー前止まりミスモンゴルです。 FMW ウィニングロード97第3戦になります。札幌中島体育センター 3.14 です。さて黒さん、はい、札幌中島といえばこれ黒さん思い出深いですよね。そうですね、やっぱりマジの思い出がたくさん詰まってる会場ですね。女子初の有刺鉄線デスマッチ、ロープに有刺鉄線を巻きつけて行われたデスマッチ、猛毒隊と戦いました。2対3の変則マッチだったんですが、95年の9月5日これは本当にびっくりしました。まさかこの有刺鉄線が出てくるとは思いませんでした。そうですね、全てはここから始まったっていう感じですね。そうですね、まあ、邪道姫の邪道姫たるゆえんでもあるかもしれません。さあまずはミスモンゴル、そして続いてクラッシャー前止まりリングインです。いつものようにメイクを施しています。クラッシャー前止まり、そしてミスモンゴルです。正規軍は池田とリエです。池田陽子、黄色いコスチューム池田陽子、そしてこちらがリエです。工藤さん、はい、この池田なんですけれども、はい、3.13 の旭川では4対4のイルミネーションマッチ、土屋と心中をしましてですね、はい、存在感をアピールしましたね。そうですね、はい、キャリアの割には本当に頑張ってると思いますし、そうですね、記録もすごく急上昇だと思います。はい、猛毒隊ミスモンゴル前止まりもコールされました。まあ、あの時の勢いを池田が持っていればですね、はい、この試合もいけるんじゃないかなと思いますが、そうですね、かかっていったのは正規軍の方でした。今ゴングが鳴りました。両者に対してラリアット、右腕リエ、左腕池田です。そしてこのようにすぐにロープワーク、この辺り本当にうまいですよね。すぐにロープを使ってきます。そしてセコンドも火星です。セコンド失礼しました、エプロンサイドのね、はい、はい、パートナーも火星です。やっぱり体が小さい分捕まってしまうと不利になっちゃうんで、はい、タッチワークをよくやってほしいですね、正規軍には。そうですね、はい、はい、さあこの池田がですね、早速ちょっと捕まりかけています。エプロンには家があります。まあ工藤の4人の妹と、4人の中でその3人の妹ですか、はい、はい、と言ってもいいかもしれません。そのうちの一番若い池田陽子です。さらにトップロープを使った攻撃です。前止まり、そしてモンゴルもこのように足で顔を押さえていきます。今やっと離れました。あ、今度は違うサイド、トップロープをまた使います。これロンリーバトルになってしまうとちょっと危ないですよね。あ、コーナーマットに額のあたり叩きつけられました、池田陽子。そして今度はマットの上です。どっちかって言えばこのモンゴルが出た時が返すチャンスじゃないかと思うので、ね、はい、切り返していってもらいたいですね。そうですね、今もうすでに体が半分以上リエの体がマットの中に入っていましたが、あ、またエプロンに戻ったようです。このウィニングロード97は工藤めぐみ引退ツアーとも命名されています。まあ、工藤亡き後残された3人の妹たちが、はい、この FMW 女子を支えていかなければいけない、はい、わけなんですよね。そうですね、人数的にはすごく厳しいと思うんですが、はい、ぜひ頑張ってもらいたいですね。もうそれしか言えないですけどね、はい、本当に。池田がカバーされました。これは返します。ミスモンゴルがスイッチしてしまいましたので、また前止まり登場です。ちょっと正規軍これ劣勢ですね。そうですね、ロンリーバトル池田陽子、ラリアット食らった、足でカバーの体勢、前止まり返した池田。リエはまだ登場できません。ブレンバスターに行きました。速いブレンバスター、高速です。ポールはどうでしょう。ブリッジです。池田陽子、まあ、池田も本当にガッツはありますからね、はい、ここはちょっと踏ん張りどころです、ね、気迫でカバーしていかないと上がっちゃいますからね、はい、回転エビ固め、ダメだ。あ、ヒップドロップ、これは読んでいました。さあやっと今リエが登場ですが、タッチはしてませんけども、2人がかりの攻撃、クローズラインかわされました。しかしキック、もう一回クローズラインかわされた。モンゴルが飛んできた。2人に対してボディアタックです。この攻撃を正規軍がやらなくちゃいけないんですけどね、逆にやられてますね。ですね、あ、やっぱりリエのタッチは認められませんので、まだ前止まりと池田の絡みです。強烈
なチョップ。池田陽子を吹っ飛んだ。エルボーは効かないか。今度は自らロープに飛んでエルボー。微動だにしないクラッシャー。三発目はラリアットが待っていた。しかしそれをかわしたドロップキック。さらにドロップキック。なかなか打点が高くて、はい、しかしあまり納得はしていませんね。そうですね、うん、もうちょっといいキックができると思うんでね、疲れてる時こそ思いっきりもっといかないとダメですね。はい、まだ序盤ですよ。金谷を掴まれて青コーナーサイドに持っていかれました。出ていかれました池田陽子。そしてまたしてもモンゴルが登場です。ドロップキック。あ、やっぱり勢いがありますね。そうですね、この違いって何でしょうね。やっぱり向こうの方はですね、はい、こうラファイトプラスこういう技を出してきてるんですね。そこが強みだと思いますね、はい、やっぱり、ま、反則だけじゃなくて、こういうプロレス技を要所要所に出してくれるっていうのが、はい、強みになってると思うんでね、はい、それをうまく関軍は、はい、技で切り返していかなきゃいけないですね。そうですね。アルゼンチンバックブリーカー、体は垂直の形、そのまま前に投げていきました。カバーです。モンゴルがカバー。池田返しました。邪道姫の申し事までね言われました池田陽子ですから、はい、はい、ここは本当に踏ん張りどころ。さらにロンリーバトルが続きます。ダブルアームの体勢です。前止まり、前にバスター落としていきました。池田これはたまりません。そして思いっきりジャンプしてそのままカバーです。今やっとカット、リエがカットです。全然これリエが入れませんね。足りないですね、どんどん1対2でやってるのと一緒になっちゃいますからね。そうですね、1対2の変則マッチと言ってもいいような予想です。モンゴルが飛んできた。モンゴルは結構体を武器としてうまく利用してますね、はい、小さな体なんですけれどもこのように飛び技を持ってますからね、はい、これは誤爆です。これはうまかった。さあやっとリエが今登場だ。その勢いでまずはヒップを落としていきました。手を上げます。リエです。ロープに飛ばされましたがもう一発ヒップを落としていった。さあ相手はモンゴルですからね、はい、はい、これは正規軍のチャンスです。池田がやらせた分もここでやり返してもらいたいですね。そうですね、もう倍返ししてほしいですよね、はい、はい、ラマキの体勢でしょうか。いや、ローリングクレイドルですね。回転していきます。まだいきます。ローリングクレイドル、リエが決めている。ここで止まった。ストップ。そしてカバーですがまだです。そしてすぐに池田にスイッチです。ちょっと池田のスイッチ早かったような気もしないではないんですが、そうですね、どうでしょう。ただスタミナ的にはだいぶ戻ってますね、はい、あ、そうですか、はい、はい、さあスタミナが戻ったというその池田が再度登場です。これは読んでいた。チョップです。ちょっとねキックがね、はいはい、焦りすぎてますね。あ、ちょっとポイントもだいぶずれてましたしね、今のも、はい、モンゴルのこの長い髪の毛一つにまとめた髪の毛を掴んでおいてロープに振りました。カーバの体勢池田返しました。モンゴルです。池田は合気道の経験もあると聞いているんですが、そのあたりはどうなんでしょうかね。そうですね、やっぱりいいようにね、このリングの中に出していけばいいんですけど、でもやっぱりプロレス合気道ってちょっと違いますからね、はい、だからうまくその経験を違う形にして、はい、うまくミックスできればいいなと思いますけど。あ、そうですか。さあ、これはちょっと危険な状況ですよ。前止まりが抱え上げている。そこにモンゴル、ラリアットかわした。リエが今度は出てきた。海底美固め、池田陽子前止まりに対して、ん、片エビ固め、これはダメでしょうね。あそこでちょっと技が見たかったんですけどもね、チャンスだったんですが残念です、はい、コーナー飛ばしておいて2人が飛んできました。いい形になりました。でもこうやって昇格で前止まりの方を狙っていく意気込みは変えたいですね、はい、そうですね、はい、池田がデビューの日がバッドナース中村最後の日になった形になっています。まあ因縁の2人ですよね。猛毒隊から正規軍に家が、ね、行ったわけです。当時はバッドナース中村と言いました。その日に池田がデビューをしたわけです。モンゴルをここで料理できればいいんですがね、はい、
ちょっとゆっくりしたラリアット、そのままカバー返しました。池田陽子です。モンゴリアンチョップ三発、まだ行く。五発目は規制を上げながら、そして早いですね、動きが。セカンドロープ飛び乗ってダイビング式モンゴリアンチョップ、片エビ固め池田カットです。リエなんとか池田返しました。しかしこの後どうモンゴルを料理できるか、なかなかリエも登場できない状況ですよね。膝に落としていきました。ベンジュラムバックブリーカーです。そしてすぐにコーナー最上段、モンゴルが狙っています。池田が立ち上がったところ、ショルダーダイビングショルダーアタック、そのまま片エビ返しました。自力で返しました池田。大きな拍手です。これは池田に対しての拍手でしょう。すかさずボディスラム。さあまたモンゴルが何かこれ狙ってますよ。これからダメージ大きくなっちゃいますね。そうですね。今カットプレーになってますので、分断作戦ですので危ない。あーリエがやってきた。カットしました。カットできました。ちょっとダメージが池田これはありますね。前止まりが登場だ。ロープに飛ばす。そしてあー前に落としていきました。脳天から、なんとかリエが間に合ってカット。あ、しかしすぐにそのリエをモンゴルが攻撃です。その間にチョークスラムの体勢だ。高い位置からのチョークスラム、池田敗れました。10分を超える戦い、スラッシャー前止まりが池田を下しました。札幌中島体育センターです。ウィニングロード97第3戦シングルマッチです。正規軍が中山香織、そして一方猛毒隊がシャークスキアです。こちらが中山香織です。中山はですね、2日前の3月12日釧路大会で、まあ、先ほどご覧いただきましたディエ、はい、5年先輩のディエをラ・マキストラスで破っています。はい、はい、その勢いをここにぶつけてほしいですね。そうですね、はい、ある意味で中山はですね、3人の妹さんの中で、はい、妹たちの中で、はい、一番その工藤亡き後の異変女子を背負っていきたいという気持ちが強いんじゃないですか。そうですね、で3人はその思いはあると思うんですけども、はい、まあ、一番頭一つそれがリングの上となって出てるかなっていう形があります。まあ、去年の暮れぐらいからですかね、めきめきとその闘志むき出しにしています。椅子を持ってきました。中山香織積極的ですよね、うん、はい、マッチの上で一攻撃に移ろうというんでしょうか。今日は仕掛けが早いですね。早いですね、はい、先制攻撃は中山でした。椅子を持ったまま頭にぶつけていきました。さらにフェイスクラッシャーの連携です。この形でカバーワンで返しました。シャークスチア、普段のようにいつものように髪の毛はグリーンです。コスチュームもグリーンです。この野郎という声、チアです。ラリアット自分も宙に浮いた形でした。そしてカバーに行きます。中山香織、あ、全くこれは力のパワーの差ですかね、そしてチョークですね、喉を締めています。チアです。この両者のシングル対決というのはですね、はい、過去1回だけ実は行われていまして、はい、96年の 3.15、まあ、ちょうど1年前ですね、はい、その札幌でしたが、正規軍対猛毒隊4対4シングルマッチと、はい、対抗戦ということで、はい、その4試合目ですかね、土屋対中山、はい、これは8分14秒エビ固めで土屋が勝っています。したがって今日は2回目のシングル対決です。まあ、その時と比べて実力っていうのも中山にすごくついてきたんで、はい、その時はまた違ったシングルっていうのが見れると思うんでね、すごく期待してこの一戦は私は見てようと思ったんですけどね、はい、まあ、家を破ったということで、
ますますそのどうでしょうね、工藤さんから見て中山にかける期待というのは、うん、すごくありますね。あります。ただね、はい、まあ、他の団体の選手と比べたらね、キャリアの割にはもう背負うものが多すぎて、はい、すごく大変だなっていうのはあるんですけども、はい、うちの、ね、選手みんな力を合わせて頑張ってくれることを願ってるんですけども、はい、でもその気持ちに、ね、応えようとする姿はすごくありますね、はい。まあ、思い返せば9月の名古屋大会、6人タッグ、まあ、正規軍対猛毒隊の試合の中で、あまりこう工藤さんのね、お眼鏡にかなったファイトができなかった中山とリエに対して、あれ控え室でしたっけ ね、はい、ね、工藤さんは爆発しまして、中山に対しては張り手、はい、リエに対しては蹴り、あの中山に対する張り手でアーリーに目覚めましたよ ね、 そうですね、あの痛さを今もきっと忘れていないでしょう、中山香織。あ、やっぱり土屋って怖いですね。工藤さんの引退試合はこのシャーク土屋が相手です、はいはい、そして究極のデスマッチルールです。足を使った攻撃です。コーナーマスト、コーナーマストを背中にして、そしてさらに足で攻撃を加えていきました、シャーク土屋です。土屋というのは表情があまり変わらない選手ですよね。そうですね、やっぱりどっちかというと自分のペースで試合を進めることの方が多いんで、劣勢な立場にならないですね、はい、だから終始余裕を持って戦っているんじゃないかなっていうのがありますけど、やっぱり余裕のあの効果フェイスと言っていいんでしょうか ね、はい、そうですね、踏みつけていきました。パンチ攻撃、しかし効かない、ラリアットスタンディングの状態なのに倒れました、中山香織。仕上がるロープに振りました、これはうまい、中山が読んでいました。あっと、回転エビがために行く中山、回転ならず、しかし自らロープに飛びます、ラリアットが待っている。土屋の動きっていうのも早いですよね、よく読んでますね、ここから攻撃だっていうところは止めちゃいますからね、はいはい、さあこの鎖釜が登場してきました。 3.14 札幌中島、やはりこの会館には何かがあります。札幌中島体育センター、鎌攻撃、期待が危ない、中山まだ離しません、鎖鎌、シャーク土屋、中山がさらに切り刻まれてしまうんでしょうか、すでに流血、中山が流血、さらに行く、土屋の鎌攻撃。工藤さん、はい、この鎌攻撃受けたことありますよね、はい、もう言葉では言い表せないぐらいの、ないですね、だけどこうやって自分がやられてる時よりも、こうやって選手がね、はい、他の子がやられてる時の方がなんかもう痛々しいっていうか、見てられないですね。まあ、ある意味で親心の気持ちになってしまうわけですよね、はい、はい、自分もね、この痛みを知ってるだけに、はい、しかしすごい流血ですよ、はい、あ、まだ場外でもこのように仕掛けていきます、鎌攻撃、シャーク土屋、女フォーゴとも言われています、土屋の鎌攻撃。そして鎌はとりあえずマットの上に置きました。フラフラ状態、まだ場外です、場外カウントが始まっています。中山、今やっとリングインです。まだこれマットの上に鎌がありますからね、はい、気をつけないとまたやられてしまいます。ちょっと繊維消失でしょうか、中山、うわー、もうこのちょっとこのアップは見てられません。中山が危ない状況だ。髪の毛を掴んで、またロープ攻撃、ロープを使った攻撃、土屋です。レフリーが制しますが、すぐに、まあ、プロレスっていうのは5秒まで OK なわけで、はいはい、本当にそのルールうまく使ってますよね、はいはい、レフリーはテッド田辺さんです。あー、まだ続きます、鎌攻撃、うわ
もう顔面が血で真っ赤、中山。ここまでで言うことになると、目の中に血が入ってしまって見えなくなっちゃうんですね。なかなか本当大変だと思いますね。ですよね。ちょっと我々には想像を絶するものがあります。返せるか。返した。大きな拍手。6520人のお客さんが集まっています。札幌中島体育センター。あ、またモンゴルが、セコンドのモンゴルが鎌を渡した。しかしその鎌をキャッチ、エルボー。中山の渾身の一発。ドロップキックはどうだ。倒れた。鎌はしっかりモンゴルが今持ちました。セコンドにはモンゴルがいます。バックドロップ、右のももを抱え上げてのバックドロップ。ああ、またしてもモンゴルが鎌を渡しました。今度は鎖ですね。鎌の方ではなく鎖の方で首を締めていく。工藤さん、これどうしたらいいですか。そうですね、まあ、これはもっと耐えるしかないですね。耐えるしかない。しかしどこまで耐えられるかですよね。そうですね。もう自分でダメだと思った時に終わりが来ちゃいますね。はい、ここまでも最後まで諦めないで。はい、そして猛毒隊の戦い方の、まあ、これ一つのあり方なんですが、はい、結局最後はプロレスの技で勝負をつけますよね。はい、ですのでこの狂気攻撃を受けている間にフラフラになったところが一番危ないですよね。そうですね。首のあたりを見つけています。土屋、今まで反則勝ちといったパターンはあまりありません。はい、反則負けといったパターンもありません。最後は必ずプロレスの技で綺麗にコールを取っています。飛びました。スイングスの DDT ですか。はい、鮮やかに決めていった。カバー、まだです。土屋が返します。血だらけの中山、もう一発行きました。ロープに飛ばされた中山が仕掛けていった。スイング式の DDT です。中山はここ最近来て、はい、技のレパートリーっていうのがすごく増えてきたんで、はい、レスリングにも幅が出てきたと思いますね。そうですか。さあ、お得意のムーンサルトプレスですが、ちょっと飛びすぎたようです。今場所がちょっと悪かったですかね。そうですね。はい、そしてもう一発、どうやらムーンサルトを狙っている中山香織ですが、蘇生したのは土屋でした。チョークスラムのような形、投げつけていきました。チャンスではあったんですが、2発目は食らわない土屋。ラリアット、バチーンという音。さらに行きます。終わりだという声が聞こえた。後ろに投げていきました。大技トップですか。はい、カバー返します。中山香里、このまま敗れてしまうんでしょうか。中山、今度はバックドロップです。シャーク土屋、女ポーボが取れるか。頑張ってますね。はい、頑張ります中山。まあ、この土屋は、中山は半分だけ認めてやるという発言をね、9月のウィングの大会でだったんですが、後楽園といった発言をしました。ある種土屋も、まあ、その頃から中山成長してるなという思いはあるんでしょうけどもね。はい、はい、まあ、それだけに余計に痛みつけているのかもしれません。椅子があるぞ。オンチェア、パイルドライバー、ドリルアホール、これはたまりません。危ないぞ。返した。あ、よく返しました中山香織。とりあえず椅子は場外に、いや、まだマットの上にありますね。スッチーボーの体勢だ。合格度、これはうまい。そしてスクールボーイ、まだです。返し技はダメです。中山香織、パンチですか、エルボーですかね。エルボーですか。はい、前にキック。ああ、勝った。ラリアットが最後は勝りました土屋。そして今度こそということでしょう。スッチーボムの体勢だ。中山、落差がある。これは強烈だ。返せるか。ダメだ、返せない。中山香織敗れました。ギを破って勢いに
乗ってこの土屋と戦っていたと思うんですけどもね。はい、やはり最後決め技はあの高角度パワーボム、いわゆる土ボムでした。お待たせいたしました。注目の一戦です。工藤さんが登場しました。3度目のカンドリとのシングル対決です。過去2回はいずれも残念ながら工藤さんが敗れています。3度目の正直になるか。工藤めぐみがこのカンドリ忍と三度戦います。このコスチュームは工藤さん、LL でカンドリが着てきたコスチュームと全く同じですね。そうですね、はい、1.5 の甲羅剣でしたが、はいはい、しかしこれが妙に見合っています。全く違和感がないですよね。はい、私はリングに上がった時に、はい、この同じ服を着てきた時に、その 1.5 に行われた時の情景っていうのが、ね、なんか頭にパッと思い浮かびましたね。吊るされてね、チームでね、はい、落ちかけた時もありましたし、最後はあのバルコニーで宙吊りですか、はい、あの悪夢が一瞬呼びましたか、はい、今何ですか、あれマットの下からベンチを取り出して有刺鉄線の一部を切り取りましたね。カンドリ忍、ははやる気です。カンドリ、そして工藤さんが登場です。あ、このカメラアングル、なんかこう切なさがなんとなく漂ってきてもしまいます。今工藤めぐみ、邪道姫入場です。女子マラス有刺鉄線で立ち、地下の世界一本勝負を行います。工藤さんにとって3回目のノーロープ有刺鉄線デスマッチです。LLPW から4回目の登場です。カンドリ忍、そしてこちらが 4.29 引退を控えている工藤めぐみ。もう試合がすでに始まってしまいました。工藤さんのコスチュームはこれ通常の水着ですよね。そうです。これはどういう理由でしょう。これはですね、はい、やっぱり私はいつも有刺鉄線をこのコスチュームでやってきて、はい、やっぱり女子だからとか男子だからとかっていう区別をなくしたいと思って、あくまでも私はいつもやってる姿でリングの上に立ちたいっていう気持ちがあるんで、はい、変に、ね、体を覆うこともしたくないですし、だからって露出することもないと思いますし、はい、通常のありのままの姿でリングに立ちたいと思ってこのコスチュームで出ました。まあ、このスタイルが本当の意味で工藤さんなんですよね。そうですね、何も飾ることもないし、はいはい、言うこともないと、はい、さあ早速この初体験有刺鉄線、機体があともう5センチのところまでカンドリの機体近づきましたが、なんとか防ぎました。まあ初めての有刺鉄線ですから、このカンドリがこのマットに上がってきたということ、はい、これについては工藤さんやっぱり評価はします。それはもちろんしますね、はい、そういう行動がなければこの試合っていうのは成り立たなかったですし、そういう部分には私はやっぱりありがたいと思いますね。そうですか、はい、はい、まあ、勇気は買うと、はいはい、3回目のシングル対決、果たしてどちらが最後は勝つんでしょうか。工藤かカンドリか、今工藤さんがロープに飛ばそうとしたんですが、はい、なんとか踏みとどまりました。カンドリ、こういう防御っていうんですか、一つとってもやっぱり力が違いますね。そうですか、強いですね、はい、まあ、皆さんよくご存知の柔道出身のね、カンドリ忍です。そしてこの体格も本当にもう女性を超えてますものね。超えてますね、はい、ラリアットで有刺鉄線まであと3センチぐらいまで近づいてしまいました。これは一番最初にヒヤリとしたところですね、自分が。そうですか、はい、危なかった。工藤めぐみ、有刺鉄線ですから、もちろんこれロープブレークとかエスケープはないわけですよね、はい、はい、ある意味での完全決着ルールです。早速カンドリが力
で押していきます。すぐそばに有志鉄線が張り巡らされています。一見地味に見えるんですけど、こういう力比べっていうんですか、すごいスタミナを使うんですね。逆に早く動いてる方がまだ自分のペースつかめるんですけど、こういうのはスタミナをね、最初の方にすごく使いました。そうですね、見てる方としては何気ない絡みなんですけども ね、 そうですか。もう自分の力 100% 出さないと防げないんで、はい、大変ですね、この、はい、動きって。ロープに飛ばせるか、スライディングのような形で防ぎました。カンドリー、カンドリーも初めてにしてはなかなか心得てますよね。そうですね、クロさんね、まあ、引退試合も、まあ、この有志鉄線がね、はい、出てきますけども、有志鉄線に対する怖さ、はい、っていうのはこれ当然毎回毎回ありますよね。ありますね。これはやればやるほど増しますね。やればやるほど怖さっていうものがすごく増えてきます。そうですか、はい、先ほど申しました札幌でのね、はい、ロープに巻きつけて、有志鉄線を巻きつけての相手の戦い、はい、これを含めますともうこれで4回目になるかと思うんですけどね、はい、有志鉄線のマットに上がるのは、はい、もうその度に増してきますか。そうですね。いつもこれが最後だと思ってリングに立ってるんですけど、はい、まあ、4回という回数重なっていってるんですけど、本当にもう最後だと思いながら私はやってますね。 4.29 の横浜アリーナ、これはじゃあその怖さがピークに達するわけですね、はい、さあ早速工藤さんがその怖いという怖さが増してきているという有志鉄線、その有志鉄線で大河流血です。これね、まさか最初に工藤さんが流血とは思わなかったんですよ、はい、カンドリかなと思ったんですよ、ちょっと意外な展開でした。まあペンチを取り出した時点でいろいろ考えてましたね。そうですね、はい、カンドリにはいろんな作戦があったようです。やっぱりこういうリングの中で行き当たりばったりじゃダメですね。やっぱりある程度自分の中でこう、はい、作戦っていうんですか、はい、そういうものを練らなきゃやっぱり怖くて立てないものだと思いますね、はい、ちなみにこの時作戦というのは工藤さんはどうでした？そうですね、私はやっぱりこの有志鉄線っていうものを、はい、競技ではないんですけども、やっぱりあまりにも正当法で行くだけではなくて、やっぱりそのリングに立つってことは有志鉄線をうまく使わなくちゃいけないっていうのが、技プラスの有志鉄線をうまくこう一つの試合につなげていくことが、はい、いつもねそれを考えながら有志鉄線のリングの中には立ってるんですけども、バックを狙うのはカンドル、こらえます。工藤恵、こらえきれずバックドロップ投げられました。こういったいろんな戦い方は心の中にはあったわけですね、はいはい、思い描いていたその戦い方がこの試合でもできれば3度目の正直になるかもしれません。危ない、背中が痛い。うまーくカンドリが避けました。その結果背中がぐさり、そしてスイング式スリーパー、大回転スリーパー、カンドリ忍の得意技、肩エビがため、まだまだこのくらいで破れるようなねクロスじゃありませんからね、はい、ネクタイを取りました。これをどうやら凶器に使うようですね。自分の右の手にぐるぐる巻きつけて、ああ自分の手が痛くないようにですか、これは。そうですね、その上に有志鉄線です。考えてます。危ないぞ、ラリアット、有志鉄線ラリアット、肩エビがため、しかしこのコスチュームをこういうね真っ黒のいでたち、そして今のようにネクタイを手に巻きつける、はい、これ、まあ、完全に防御してるわけなんですけどもね、有志鉄線に対して、はい、工藤さんはでもこれはあんまり好きじゃないんじゃないですか。そうです ね、 ね、スリーパー狙いですがちょっと決まらず、すぐ近くに有志鉄線があるぞ、あ今度はカンドリ、この試合初めてですかね、カンドリが、はい、はい、有志鉄線に突き刺さった。チャンスです。あのネクタイがちょっと邪魔してます、引っかかってました。あやっぱりトゲトゲのね、有志鉄線ですからね、当然ああいったこともありえます。あ右手を高く差し上げて一つアピールをしました工藤恵美。
先ほどのカンブリが作った優秀戦の輪、これを工藤が持っている。工藤さんは当然素手で持っています。素手です。額のあたり、この血はカンブリの純血じゃないですかね、返り血ですかね。ちょっと頭の銀髪といいますか、金髪といいますか、はい、ちょっと赤くなっていたんですが、はい、これ工藤さんの血かもしれませんね。しかしこの今の攻撃で流血になるか、ね、なりますかね。もう優秀戦を思い切り下に刺したんで、はい、あ、そうですか、はい、これで本当の流血です。カンブリ忍、あ、すごい流血になりました。工藤さんもそしてカンブリも真っ赤です。もう技ではありません。優秀戦で激しい攻撃、工藤めぐみ、さらに一番上のあたりを使っていきます。優秀戦体をこじ当てていきました。さあここからはもうこれ工藤さんの真骨頂ですよね。やっぱりね、やられた分はやり返さないとっていうのがありますね、はいはいはい、あ、すごい声を上げています。カンブリの痛い痛いという声響いています。札幌中島体育センター、うわー、このアップもちょっと耐えられない。さらにフェイスクラッシャー、工藤さんカバーの体勢になりました。デスマッチといえどもこのキュリーカウントのコールはもちろんあります。はい、さらにこちら側ですね、持ってきましたよ。あ、足です。今工藤さんさりげなく掴みましたね、優秀戦を。すごいですよね、自分で掴んでしまいました。血だらけのカンブリ、今度は反対側、またしても優秀戦攻撃です。そして後頭部をマットに打ち据えた工藤めぐみ、ペンチですね、はい、ペンチを持ちました。先ほどカンブリがリングの下から取り出したペンチ、そのペンチで持って、あ、同じように優秀戦の一部を切り取った工藤めぐみです。あ、平気でその優秀戦を素手でいろいろなんか巻きつけているようですね。本当はとっても痛いんですけどね。でしょうね、それは当然ですよね。しかし試合中はやっぱりわからないものですか。いや、痛い、いや、痛いです。野球最中も痛いんですけど、やっぱりここだと思った時には、はい、それでもね、耐えてやっぱりやらなきゃいけないっていうのがありますから、はいはい、自分も痛いですけど、当たってる方はもっと痛いですよね。でしょうね、はい、その巻きつけた腕で持ってラリアットです。工藤めぐみ、あっと飛ばされるぞ、うまい、あー、エルボーですね今のは、はい、はい、しかも優秀戦が巻かれている。しかもその優秀戦の巻かれた腕でスリーバーホールド、あらかじめ後ろから狙っていきます。工藤めぐみ、これはカンブリ忍もたまらないでしょう。いい形ですね、はい、はい、位置もいいようです。そしてもちろんロープのありは、あ、失礼、優秀戦のそばでもこれエスケープはありえませんからね、はい、優秀戦スリーパー、さらに胴締めを加えました工藤めぐみです。あ、ご覧のようにもうエプロンに足が出ていますが、ブレイクはありません。今やっと外した、場外にエスケープです。エスケープするにはこの場外しかないわけです。工藤がなんとノータッチクラッチャーツーシーラー。いやー、工藤さん、これもしかしてですね、優秀戦を超えたのはこれ工藤さん初めてじゃないですか、女子では。そうですね、ですよね、そのままこれは返しました。不思議ですね、普段は絶対そんなこと怖くてできないんですけども、この一瞬にですね、はい、気がついたらもう飛んでるっていう、自分でもわからないんですけども、はいはい、中に入っちゃうと無我夢中なんだろうなと思いますね。ダブルリフト、アームサルト、これは返されました。そして後ろにタイガースープレックス狙っていきますが、カンブリが脇が攻めを狙う。しかし返して川津掛けから川津落とし、そのまま黒目クラッチですね、はい、これは1回目のカンブリ戦の時に開発した技です。そのために開発した技です。あの時には決められなかったんですが、この3度目の対決ではどうでしょう。工藤さんです、黒目クラッチ、まだ決まっていますよ。形としてはいい形、マットのほぼ真ん中です。黒目クラッチ、これ手応えはどうですか。結構あったんですけど、
ただ回数を重ねてきちゃいますと、はい、そのために出してるとやっぱり相手に逃げるコツっていうのも教えてしまうことになっちゃうんで、サンドっていうのはいい問題もあるんですけど、悪い部分っていうのも結構出てきちゃいますね、回数をやっちゃうっていうのは。あ、おっしゃる通り返されてしまいました。あ、これはカンナリがうまかった。ロープにあれ足で反動を利用したんですね、はい、足をかけておいてその反動を利用しました。クラッチ、あれは 11.26 の後楽園でモンゴル戦の時に初めて出した技なんですが、それを返されてしまった。ライガーボム、カンドレシノブのライガーボム返しました。しかしまだまだクロスにはね、駆動名ドライバー、そしてスピニング駆動ドライバーもあります。カンドリが何か狙ってますよ。この形はパワーボムでしょう。あ、しかしこれは勢い余って押さえつけていったのは工藤さん、返されます。足を取られる裏切り戦のため、カンドリシノブ、すごい形相で工藤さんが逃げますが、手を伸ばしてもそこにはロープはない。有刺鉄線があるのみ、裏切り戦のためスタンディングの形です。カンドリシノブ、関節技には定評があるぞ。あ、もう血だらけの顔面、さらに裏切りでたまりません。工藤めぐみ、ちょっと工藤さんピンチに陥っちゃいましたかね。そうですね、不意の関節は怖いですね。ですね、はいはい、先ほども脇固めをね仕掛けてきましたが、あれは工藤さんがうまく返しました。さあ抱え上げて、ああ、大振りですかね。そのままカバー、ちょっと形が崩れましたので、結局工藤さんが上になりました。危ない、ラリアットかわした。これでいい形、黒目ドライバーにいった。取れるか、3度目まだです。駆動面に今狙ってましたね、はい。さあフィッシャーマンズはどうでしょう。バスター、低い形ではあったが、逆に当たりどころが悪かったかもしれない。返された。もうちょっと相手の体重を持ちきれませんでした、ね、そしてスピニング駆動ドライバーの形になっている。コンバットトヨタ引退試合でそのコンバットを破った技です。工藤めぐみかけられません。あれも返されましたか。あ、しかしこれはうまかった。今度はカンドリの背中が痛い。さらに仕掛けるスピニング駆動ドライバー、回転したぞ。持ち上げられるか、カンドリを今持ち上げた、決めていきました。多分そのままカバーには行かず、そしてひらふらっと立ち上がるところをどうやら工藤さんが何かこれ狙っています。はい、対角線から工藤さんが強烈エルボーが飛んできた。わあ、決まった、カウント3。工藤めぐみさんが3回目の対決で神戸忍を破りました。3度目の正直、やりました工藤さん。一時はちょっとハラハラした場面もあったんですが、はい、これはもう気迫勝ちですね。そうですね、やっぱり3度目にしてようやくっていう感じですけども、はい、でもその一生はですね、私にとっては本当にもう貴重な一生ですね。そうですよね、まあ、カンドリは8日前の 3.6 イーグル戦で敗れたりしていましてですね、この試合にはぜひとも勝ちたいという気持ちもあったんでしょうけども、しかしやはり FM マット、ノーロープ有刺鉄線のマット、これは工藤めぐみの貫禄勝ちでした。しかし血だらけ、これはこのシーンだけ見たんでは、これ勝者か敗者かわからないような状況ですよね。カンドリが握手ですか。はい、カンドリ自ら手を差し出して、それに工藤さんが答えました。今2人が3度目の正直、工藤さんが勝った後でがっちりと2人が握手です。
号です。場所は北海道千歳市スポーツセンターに変わっています。2500人超満員のお客さんが集まりました。これから30分一本勝負タッグマッチをご覧いただきます。正規軍が中山香織理恵組、そして猛毒隊がシャーク土屋佐藤美和組です。こちらが猛毒隊、いつものようにこれ一番怖いねメイキャップを施しています。佐藤美和がまず先導、後ろの方に、遥か後ろに土屋がいるようです。佐藤が今リングイン、ゆっくりゆっくりとした佇まい、こちらがシャーク土屋です。これ本当佐藤のメイクって怖いですね見るたんびに思うんですがね、はい、ロープの感触を確かめます。シャーク土屋です。このリエと中山がタッグを組む、3.12、 3日前になりますが、釧路では先ほど申しましたが、リエが中山に敗れています。つまりもうリエにはこれもう悩む暇はないですよね。そうですね、今はもう頭で考えるより もうどん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 こう動いていくしかないと思うんですね。はいはい、すごい精神的にきついと思うんですけど もう考えることなく、はい、もうとにかくやるだけだっていう感じで頑張ってもらいたいです、はいはい、そうですね。まあね、後輩の中山に敗れたというそのあれもね、プレッシャーもあるでしょうけれども、はいはい、今日の相手はこの2人です。シアと佐藤が相手だ。今ゴングが鳴りました。千歳市スポーツセンターです。2人がかりのドロップキック、土屋に見舞っていきました。まあ、土屋相手にはこの2人がかりが有効ですよね。そうですね、1人がダメだったら2人でもうガンガン行くしかないですね。ですよね、はい、今返されましたがね、まあ返されても返されても2人がかりで行くのが有効でしょう。これを回転していこうというリエですね、こちらがね、はいはい、非常にコスチュームはよく似ていますが、右がリエ、左が中山です。足を引きずったのは佐藤美和でした。場外で中山の足を引きずりました。佐藤ラリアット、リエがやられました。うまいうまい、スモールパッケージホールド、リエ、これでは決められません、はい、これで少しずつ早め早めの返しが有効だと思うんですね、はいはい、力比べ、土屋が勝った。ラリアットかわした。2人がかり、あ、中山の動きがいいですね。いいですね。そうですね、はい、押され込んだのはリエです。あ、すぐにこの喉輪で返していきました。下から攻めていきます。さあ土屋、これでもう一瞬のうちに攻守が入れ替わってしまうわけですよね、はい、この辺りがうまいところです。そしてロープに乗った形で佐藤美和が攻めていきます。もう悩んでいる暇はないリエ。まあ佐藤にはね、なんとかこう勝ってほしいんですけどもね、中山が登場です。赤いレガースが中山、レガースが黒い方がリエのようです。佐藤ロープに振りました、エルボー。やっぱりあの一発一発中山こう気迫が感じられますよね、対角線ガの強さも出てきてますね。あ、こう競り合った時に絶対引かないですよ、はいはい、自分の技っていうものがね、お互い破った時に絶対に、最後は自分でこう締めなきゃいけないみたいな、そういう感じが出てきてるんで、はいはい、アームブレイカー、中山とリエ2人がかり、リエが噛みついています。これはいい形になりました。全くこれ佐藤は動けませんからね、はい、さらに締めていきます。こちらがエプロンを徘徊している、ブレンバスターで持ち上げようというんですが、あ、逆に佐藤です。佐藤のブレンバスター、これは中山返しました。 10.26 の後楽園でしたかね。工藤理恵中山組対土屋前泊里組、あの時にはあの試合が終わった後ですね、最後理恵が敗れましたけども、はい、その理恵をリングに工藤さん置き去りにして、もうスタコラと腹道を去っていきましたよね、はい、そしてその後情けをかけられて悔しくないのかということで、またまた爆発をしました。はい、あの辺りのそのね爆発、当然このリエも、まあ、そして中山もですね、
覚えてると思うんですよね。忘れられないと思うんですね。工藤さんだってそういった、ね、後輩たちに妹たちに手を挙げるってことはほとんどなかったわけでしょ。そうですね、あれが最初で最後だったんですけど、はいはい、本人にとっても辛かったと思いますけど、はい、私自身もねすごく後味は悪かったですね、はい、優しさだけじゃやっていけない部分もあるんで、はい、あえてあの時は厳しく、はい、しました。無知を振るったわけですね、はいはい、その無知である意味で自分をしっかりと確立したのがこの中山です。強烈ですね。もう飛んでいったのダイビング式のラリアット。何ですかこれ、旗？タオルですね。タオル、あ、タオル攻撃、佐藤美和。そして踏みつけているのは土屋。あのタオルは一体誰が渡したんでしょうね。ハトの動きは、はい、あのまあ、手となり足となりっていうんですか、まあ、細かいところのアシストっていう感じで動いてますね。LLBW のイーグルの、まあ、秘書がですね、沖野さゆりなんて言われてますけども、ある意味でこの佐藤はその秘書的な役割を果たしてますよね。そうですね、はい、あ、すごい言葉を発しています。土屋です。言葉遣いも荒いんですが、戦いぶりはもっと荒い土屋。さらにタオル攻撃、里美和がこのパープルのタオルでもって中山をいたぶっています。ロープに振った佐藤、あー、ラリアットと言ってもいいですかね、これタオルラリアット。タオルがパシーンと首に決まった。返した。この試合もレフリーはテッド田辺、道のぶプロレスからやってきています。サイドスープレックス、そのままホールドの形になっていますが、リエが間に合ったようですね。ちょっと中山がこれロンリーバトルになっちゃってますか。そうですね、やり始めてますね、はい、ただまあ相手が佐藤ですので、はい、そのあたりちょっと安心なんですが、はいはい、うまくロープを使ってコンビネーションの技見せていきました佐藤美和です。さあ今度は土屋が出てきました。この土屋が相手です。しかもこのように2人がかり、佐藤が飛んできた。ローリングセントーンの形になりました。アリアトペコンヒーロー、リエと中山は2人で組んでるのが多そうなんですけど、はい、結構本当は少ないんですね。あの純粋な2人のタッグマッチでは少ないですね。そうなんですね。だからここであの今後ですか、私が今辞めてから2人の大きなこう連携とかダブルの攻撃ですね、そういうのが増えてきたらすごく面白くなると思うんですけども、ある意味でこの試合でそういったものもね、はい、ちょっと見せてほしいですよね。工藤さん、亡き後このリエと中山、これもう本当に日本柱になりますかね、はい、もちろん池田もいますけれどもね、ある意味で大きな存在の2人です。なんとしてもこの土屋と佐藤を破っておきたいところ。 3.15 一瀬です。これはうまかった、リエがエビ固め、しかし返されました。自らロープに飛びます。足が待っている。そしてバックドロップ、後ろにポーンと放り投げていきました土屋です。そしてタッチをしておいてトップロープブルーコーナー最上段、佐藤が飛んできた。ミサイルキックが炸裂、胸元のあたり、そのまま佐藤がカバーの体勢ですが、リエがカットです。あ、失礼、中山がカットですね。そうです、はい。ボディースラム、これはうまい、ギロチンを外しました。さあそして中山が登場です。このスイッチワークね、はい、このように速くなるとね、安心できるんですが、はい、はい、すごい声を出しています。中山エースクラッシャー、ひっくり返してカバーの体勢になりました。片襟固め、まだまだ決まらないようです。この怖いメイキャップ、里宮を対角線に振ったエルボー、そして連携です。フェイスクラッシャー、このカバーはどうでしょう。ああ、余裕のカットプレーは土屋でした。ふてぶてしいですね、またその存在感がありすぎるほどあるというのがまたね。飛んできたダイビングボディープレスの形になりました。片エビ固め、
これもまだ決まりません。悔しがってマットを一つ叩きました。中山香織、リエがレッドコーナー最上段に待っています。あー、しかし5番だ。しかも2位ですか。あー、これはちょっと大きいですね。ですよね。あ、この間にもしかしたらリエを料理しようという2人かもしれません。猛毒隊、これはちょっとピンチです。土屋が今おそらく場外で中山を攻めています。マットの上、カニバサミからエビに行こうとしたんですが、固めていったのはリエだった。1回戦はなりませんでした。フィッシャーマンズスープレックスホールドの形になった。やっと中山が今戻ってきました。カットプレーです。土屋をスライディングキック、落としておいた方がこれ安心ですからね。ここは佐藤をもうターゲットにした方がいいですね。はい、どうやらその形に正規軍になっています。これはいい形ですが、あ、しかし土屋が蘇生ですね。すぐにこのように蘇生してきてしまいます。これも決められず、これはもう分断にしないとですね。はい、ポイントは分断。ブルーコーナー登っていきましたが、佐藤が早かった。なだれ式のフィッシャーマンズスープレックスホールドに行きました。あ、カットプレー、やっと間に合ったようです。ちょっと正規軍、やっぱり連携ではもうね、叶わないことは分かってはいるんですが、なんとか頑張ってほしい。あ、これはすごいすごいすごい。くるくるくるっと自分の体を回転していきました、リエ。そして中山登場です。リエを破りました。中山が土屋にどう向かっていけるか。あ、すごい持ち上げ方。しかし最後カバーに行ったのは中山です。中山香織、対角線に飛ばそうというところ、キックを一発中山、さらにスイング式ですね。ダイビングしていきました。 DDT でなりました。ちょっと技が雑になってきてしまった、ね、あ、確かにね。はい、今のはちょっとピンポイントとは言えなかったかもしれませんね。そして今度は白いコーナーマスト最上段にどうやら登りますが、この後ろを見せた時が危ないんですが、あ、佐藤まででした。後ろに放り投げました。佐藤美和、向きが本当にいいですね。秘書の役割をきちんと話して、果たしています。後ろに投げていきました。そしてギロチンが待っている。佐藤のギロチンドロップ、リエはまだやっと今エプロンサイドに上がろうというところ。しかしそこを土屋が攻めていきました。形としては分断の形になってはいますが、正規軍がピンチだ。中山に返してもらいたいですね。そうですね、はい、まあ、返すというか決めてほしいですよね。はい、決められるんでしょうかね。中山香織、あ、うまい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 。今の誘ってましたね。フラフラのように見せておいて誤爆を誘いました。ラリアットが佐藤に突き刺さりました。あ、そして今のはエンジンハイビックですね。はい、はい、これはうまかった。リエ、そしてボディスラムで佐藤を叩きつけておいて、もうサルトプレスが出ました。中山の18番決められるか。決めました、中山香織。まあ、リエのフォローもありましたね。はい、はい、うまい連携を見せてくれました。はい、正規軍中山、そしてリエ組が猛毒隊土屋佐藤を破った。ミスモンゴルと対戦となりました。シングルマッチです。30分一本勝負、 3.15 基礎設スポーツセンターです。ミスモンゴルが今ゆっくりテーマに乗って入場です。リングインです。猛毒隊のミスモンゴルです。この両者の対決は過去シングルで5回ありますね。もちろん工藤さんが全て勝っています。はい、はい、このピンクの鮮やかなガウンをまとっての入場はもちろん邪道姫工藤めぐみさんです。まあ、この試合はもう工藤さんね、余裕で向かったんじゃないですか。そうなんですけどね、前日 の、 あのダメージが結構大きかったんで。ああ、そうか。はい、はい、体調的には結構しんどかったですね。はい、
ミスモンゴルがコールされました。その体調の部分だけはちょっと心配ということですかね。はい、はい、まあカンドリとは本当に死闘をね繰り広げて、そして3回目にして見事勝ちました。工藤めぐみさん、今ガウンを取りました。向かい合います。仕掛けていったのはモンゴルでした。まあモンゴルもこの回の気持ちで向かってくれないとね。そうですね、はい、まあ、私もインターが決まってからシングルで対戦するというのは本当もう多分あるかないかになってきちゃいますからね。あ、そうですね、この時点では、はいはい、数少ないシングルなんで、はい、まあ、これから本当にあと1シリーズ、はいはい、残すだけになっていますからね。積極果敢な攻撃はミスモンゴルです。足も使っていきます。元気が出るテレビ女子プロレス予備校出身4人目のレスラー神林明から今はミスモンゴルと名前を変えています。モンゴルはでも最近になって、私はまあね敵としてたんですけども、はい、でもすごく良くなってると思いますね。そうですか、はい、それはどのあたりに。やっぱりあの前までだったら体を持て余している部分があったんですけども、はい、あのうまく自分の体っていうのを、はい、いいように最大限に利用した技を使ってますし、はい、あのすごく大きく技を使えるんですね、はいはい、こじんまりしたんじゃなくて結構こう伸び伸びとしたプロレスをしてるんじゃないかなと思うことがありますので、また違った土屋たちとは違ったスタイルを持ってる選手だなと思ってます、はい、身長は154センチ、体重が65ぐらいでしょうかね、はい、まあ身長は小さいんですけどもパワフルなボディをしてますよね、はい、ドーシザース、そしてそのままホールの形ですが返しました。ミスモンゴルです。上からダブっている工藤さんに対してパンチ、足を取っていきます。ボストンクラブの体勢です。ミスモンゴルハーフボストンに移行しました。マットの中央の方にちょっと引きずった形、んしっかりつけます、掴んでますよね。なんか爪か、あ右のモンゴルの手、爪を腿のあたりに立てて、こういうところがもうあれですよね、猛毒隊たるゆえんですよね。パープルが貴重のミスモンゴルです。工藤さんの左の足ロックしていきます。噛みついている。レスリングシューズのこのなんていうんですか、革の厚さっていうのはどうなんですか。そんなに厚くないですか。そうですね、そんなに厚くないですね、だから噛んでるのも感触分かりますし、そうですか、ないですし、あ、まあ、効かないんだったら当然噛みませんからね。そうですね、足を畳んでいきました。ネックロックの形です。こういう技はあのまだ神林明の頃にですか、はいはい、道場でじっくり練習したんですけどもね、あ、まあ、そういうのを忘れず使ってる、はい、っていうのがありますけどね、はい、7.31 でしたかね、ヨグニタックマッチで土屋のスリーパーによって失神した事件がありました、はい、その時にプロレスが怖くなったと一言言い残して失踪 でしたよね、はい、しかししかし 8.13 のあの武道館ディスカバーニューヒロインで復活を果たして、この時から土屋のパートナー、はい、ミスモンゴルになりました、はい、本名は神林明、今はミスモンゴル、そのモンゴルをスモールパッケージ、工藤めぐみです。ロープに飛ばします。体を浴びせようというんですが、あ、力があるんですね、モンゴル、体を浴びせきれませんでした。工藤さんエルボーです。工藤さんもこのエルボーって本当にあのカンドリーを、ね、破った技でもありますし、はい、要所要所でね非常に効果ありますよね。ボストンクラブの体勢です。工藤さんです。しまってしまった、これ形はかなりいい形ですよね。入ってますね、入ってますよね。あ、ただロープが近かった、それをずるずるっとマットの中央に削っていった工藤さんです。これはたまりません、モンゴル。
あ、モンゴルの髪の毛は1本じゃなくて3本に分かれてるんですね。すいません、今初めてです。私ね、今までずっと1本かと思ったんですよ。3本でしたか。これは発見ですね。あ、そして弓矢固め、ボー&アローの形になりました。これはたまらないでしょう、モンゴル。エルボーのパットも、これがパープルです。あ、これもこれでもしかしたらギブアップ。あ、今外れました。トンピング。工藤さんってやっぱりね、一発一発がもう気迫の塊のような、そんなレスラーでいらっしゃいますね。まあファンの心をね、掴む理由かもしれません。スリーパーです。キャメルクラッチプラススリーパーホールド、工藤めぐみです。やり返せと言ったのは工藤さんですね。土屋の声ですか、はい、あ、セコンドに今ちらっと見えたのは前止まりだったですね、はいはい、土屋のセコンドにいるようです。モンゴルは試合しててもセコンド の、 あの指示っていうんですか、結構プレッシャー感じながらやってるんじゃないですかね。それはちょっとある意味でかわいそうですかね。あ、よくアドバイスとでも言うんですから分かんないですけど、結構激飛んでますからね、はい、まあ、それに答えられればいいんですよね、はい、答えられないと後で怒られるかなとかいろんなこと考えなきゃいけませんからね、ちょっと大変です、ミスモンゴル。そうですか、前止まりと土屋がしっかりと、まあ、芯がね、はい、セコンドについているわけです。その目の前で戦っています。しかも相手は工藤さんです。さあ、工藤さんが白いコーナーマスト最上段でまず拍手を誘っておいて、二つが水をつなぎました。あ、そうですか、はい、さあ、それをじっくりと、あ、エルボーを放っていきました。ごめんなさい、今のヒップアタックってのはどういうことですか。あの、今倒れてる状態がヒップアタックに入ったということなんですか。その前にヒップアタックして、その前のね、そのまま入って倒れてたんです、はいはい、あ、そうですか。今てっきりあのコーナーからヒップアタックに行くっていうことを言ったのかと思ったんですが、そうではなかったわけですね、はいはい、モンゴリアンチョップ、ミスモンゴルが放っていきました。今度はお返しとばかり、モンゴルがセカンドロープからのけさぎり、これけさぎりと言ってもいいぐらい肩口に決まってますよね、いつもね、はい、これは使い始めてた時よりもどん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 威力が強くなってきてます。あ、そうですか、はいはい、さあ、そしてこの形よく見せます。横になった形でアルゼンチンのように持ち上げていって前に投げていきました。ブリッジで返したのが工藤さんです。さあ、ストンピングを一発浴びせておいて、今度はブルーのコーナーマスト、これは何に行きますかね。ああ、ショルダーアタック、ダイビング式、そのまま片襟固め、まあ、これでやられるような工藤さんじゃありません、はい、うまいうまいうまい巻き投げです。バックを取りました。ジャーマン、ちょっと崩れた形ですね。勢いがちょっとありすぎましたかね。崩れましたね、これではちょっと取れなかったようです。後頭部に思いっきり蹴りを見舞っていきます。まあ、今このモンゴルも入れましてですね、猛毒隊とブレン隊とそれからアスカのね、はい、軍団と合わせて10人に膨れ上がっているわけです。これすごいですよ、未だかつてないヒール軍団の数ですね。そうですね、人数ですね、はいはい、すごい勢力っていうんですか、やっぱ団体を超えてここまで行くっていうのはやっぱり今までにね、本当ないんですごいなと思いますけどね、はい、戦ってるこっちとしてはすごい負担が来るなっていうのはありますけども、はい、第三者から見たらすごいことが、まあ、画期的なことなんじゃないかなと思います。そうですね、はい、さあ、パイルドライバーのような形に結局なりました。返しましたモンゴルです。そしてこの FM マットのみならず JD ですとかね、はい、はい、レベルマット、もう3団体を股にかけて暴れ回っているヒルグマです。そのうちの1人ミスモンゴル、高さを抑え込み決まらずです。さあ、そろそろ決めたいと思ってませんでした、これを返してこの辺りからでしょうかね、はい、余裕で受けているようにも見えます工藤さんです。
さあモンゴル、これ下手すると墓穴を掘りますよ。ああやっぱり、だから言ったのに。お尻が痛いモンゴル、ラリアットが待っていた、振り向きざまでした。これは効いたでしょう。そしてこれは行きますね、行きました。くどめドライバー、完全なスリーカウント、返すことはできず、ミスモンゴル。まあ余裕の勝利とこれは言っておきましょう。第8戦です。3月21日タッグマッチをご覧いただきましょう。20分一本勝負、猛毒隊がクラッシャー前止まり、ミスモンゴル組です。そして正規軍がリエと池田陽子、すでに正規軍の2人、リエと池田がマットの上に登場しています。そして花道を進んでくる前止まりとモンゴルです。このシリーズウィニングロードなんですが、はい、シングルでは正規軍の3勝3敗の五分の星、タッグでは4勝3敗と勝ち越しています。はい、はい、まあ、これで勝てばもうタッグで5勝目となります。はい、オープニングマッチ女子タッグマッチ20分1本勝負を行います。20分1本勝負でご覧いただきます。池田陽子、一番若い選手です。そしてリエがコールされました。150ポンド、ミスモンゴル。ああ、このポーズの付け方決まってますね。ミスモンゴル。一時長期の欠場をしていましたが、去年の3月に復活しました。復活、破壊獣の意味を取ります。クラッシャー前止まり。さあ、このタッグマッチ、正規軍が勝てば、まあ、これで工藤さんもまた一安心というところがあるんじゃないでしょうか。はい。はい、土屋とそして佐藤は登場していません。マットの上は前止まりとモンゴルです。あ、モンゴルの表情をよく見ますと、なんかこうあれですね、あれですね、じゃあわかんないですね、あの余裕の表情っていうんですか、なんかこうもうベテランの風情がありますよね。そうですね、最近落ち着いてきていますね、語尾とかも、はい、まあ、ペイントはしていますが、スノーっていうのはご覧になったことありますか。はい、もうないですね、ほとんど。そうですか。昔、まあ、モンゴルになる前ぐらいしかないですよね。はい、まあ、よくファンの間ではモンゴル選手は意外にこの可愛い顔立ちっていう声も上がっているんですが、はい、はい、まあ、前はねそういう風に思ってた時もあったんですけども、ここまで変貌してしまうと、そういう感覚は私にはなくなってしまいますね。憎たらしいだけでしょうかね。そうですね、ただ本当頑張ってるなと思いますね。はい、さあ正規軍の一番若い選手池田とモンゴル隊の一番若い選手モンゴルの戦いになっています。ガリアットをかわしていって前に投げていったモンゴルです。飛び越えていきます。これは前に巻き投げ、このように表情は余裕なんですよね。はい、モンゴルです。リストを取っていきます。一方の池田は割とこの必死さがいつも伝わってくるような戦いぶりですよね。はい、青いコーナーマスト、頭を叩きつけられました。さあそしてこの破壊獣が登場です。クラッシャー前止まり、沖縄の出身ということで、JD の曽我部美雪とこのクラッシャー前止まりだけが全レスラーの中で沖縄県出身ということですね。エルボー全然効いていません。押し倒されました池田陽子。あ
足を狙っていくんですが、ダメです。ラリアット。このラリアット一発で決まってしまうぐらいの勢いありますからね。破壊中の。きついと思いますね。はい、意味をも伊達ではありません、クラッシャー。でもまだ25歳という、はいはい、若さです。前止まり、モンゴルのスイッチです。ちょっとこの試合もリエがまだ入っていない状況ですよね。そうですね、やっぱりね、リエにこう試合を引っかきますような、はいはい、そういう存在であってほしいなっていうのはありますけどもね、はい、やっぱりこの分断作戦っていうんですか、はい、今一人を、ロンリーバトルにさせるという、これは猛毒隊のやっぱり18番の戦い方なんでしょうかね。いつもまあこういったパターンによくなりますよね。ありますね、まあ、それだけ勝ちにこだわっているとも言えます。反対側のトップロープを使います。ビエが加勢します。しかしすぐに田辺さんに止められます。自分のコーナーに持ってくるモンゴル。まだリエは登場していません。トップロープをまたこのように使っていきます。仙台の宮城県スポーツセンター、仙台でも毒が猛威を振るっている。カバーですがカットプレー、リエです。あ、まだ行く、やめません。うるさいとばかりに投げ捨てた。多分リエとしてはですね、そのやっぱりこことっていう時は入っていくと思うんですけども、はい、やっぱりこうなんて登竜門っていうんですか、そのいたぶられるじゃないですけども、はい、そういうところをやっぱり池田に教えてるっていう部分もあるんじゃないかなと思いますね。あ、そうですか、はい、今まで工藤さんがそういう立場っていうのはね、もう皆さんもご存知だと思うんですが、リエ、はい、もある種池田に対してはそういう思いですかね。やっぱりね、先輩としてはそういう気持ちってあると思いますね。はい、そうですか。彼一応本当にここぞと思った時には出てきてますから、はいはい、なるほど。ただこのロンリーバトルだけはね、ちょっと、ね、はい、タッグチームとしてはいただけませんが、今やっとリエが登場です。モンゴルの3本に分かれている髪の毛を掴んでいきます。ロープに振った。ここですぐ行ってほしいです ね, ですね。待ってしまうんですよね。あ、これは倒れました。前止まり、さらにキックです。あ、今舌が回ってましたよ。怖い。あ、なぎ倒す。ロープに振られました。リエ、うまい。キックが待っていた。そのまま後ろ、これは立ちました。あ、でも背中を見せてはいけないんですが、抱えられてしまいましたよ。この体勢から自軍のコーナー、いや、ニュートラルコーナーに持っていこうとしたんですがね、池田がうまくでしたね。はい、落としました、はい、これはどうでしょう。旋回式回転エビ固めのような形に丸めていきました。池田が飛ぶ。リエが2位、前止まりを2人がかり、フェイスクラッシャー。マットのほぼ真ん中の位置でした。カウントは2です。やっとスイッチワークがね、はい、早くなりましたね。北京軍です。2人がかりです。あ、いや、完全にこれ読まれてしまいました。はい、まあ、このあたり前止まりはもううまいですよね。デビューしてほぼ7年になります。まあ、先ほども申しましたが、左の足首ですかね、はい、靭帯損傷ということで長期の欠場はありました。これはいい形ですね。分断して、まあ、4人がマットの上で戦っています。マットの中です。セカンドロープ、いや、トップロープ、飛び乗りました。フットスタンプだ。これはいい。池田は体が小さいですから、はい、これもう全体重がね、はい、かかりますから、いい攻撃ですよね、はいはい、うまく自分の弱点をね、カバーしてると思います。池田陽子、今度はこちら側から体を浴びせていきました。これも全体重を乗っけていった。モンゴルが返します。ちょっと腰を押さえています。すぐにスイッチ、リエ登場。ロープに振ります。しかしリエが勝った。
ビアの髪の毛が長いもんですから、はい、表情が時々伺いにくい時があるんですけどもね。でも最近表情だいぶ出てきましたよね。以前と比べたら出てきたと思います、はいはい、以前はなんかちょっとなんて言うんでしょうね、多分自信がなかったんだと思うんですね、はい、それがちょっと表情に出てきちゃって戸惑いっていうんですか、はい、出てきちゃったんですけど、ちらっとこの悲しそうな表情をね見せる時があったんですが、だいぶ今は変わってきたようです、はい、やっぱりね、後輩と組んでるっていうか、そういうことを考えてられないですからね、やっぱり自分が引っ張っていかなきゃと思って、はい、今はやってると思う。だからいい意味でね、こう後輩たちと組むってことはリエにとってもすごくいいことだと思いますね。ハイジャックバックブリーカーの形、旋回式、投げっぱなし、そしてカバーに行きました。前止まり、返したのがリエです。池田もすぐに果敢にカットに来るわけですね、はい、モンゴリアン殺法、またしても出ました。ミスモンゴル、セカンドロープからのモンゴリアンが決まった。これには倒れましたリエですが、危ない危ない、あちょっと今一瞬ヒヤッとしましたが、危なかったですね。さあ前止まりがリエをしっかりとホールド。今のエルボーが当たったんでしょうかね、はい、モンゴルのエルボーです。池田が登場、カットプレーです。ちょっと正規軍が劣勢になりました。そしてモンゴルがまたしても小さな体ですが飛んできますが誤爆です。これはうまい、リエが分かった、後頭部をしたたか打ったようです。前止まり、あそしてこれはノーザンライトスープレックスホールド。あリエがモンゴルを取りました。今ノーザンですよね。そうですね、はい、ああちらっと今嬉しそうな表情を見せました。リエが取りました。試合を残すのみとなりました。工藤めぐみさんがチャンピオンとして登場です。相手はチャレンジャーシャーク土屋です。 WWA 世界、そしてインディペンデントワールド世界女子の選手権試合です。あキニョネスが今セコンドについていたんですか。ついてきましたね。ちょっとこれ不穏な動きですよ。そうですね、私今リングに上がって、はい、真っ先にそのね視線に入った時に、はい、不気味っていうんですか、なんか嫌な感じがしましたね、はい、しかしこのツーショット、土屋とキニョネス全く違和感がありません。いやもうエプロンの上に上がってしまっていますキニョネスです。そして今工藤めぐみさんが入場してこようというところ、いつものように鮮やかなピンクのガウン、そして腰にはベルト。工藤さんは現在第16代の WWA 世界、そして第8代のインディペンデントワールド世界女子のチャンピオンです。この2冠をかけて土屋と戦います。試合に先立ちまして、月立町野口土木株式会社代表取締役野口。工藤さんが勝てばですね、はい、これ工藤さんの初防衛戦ですね、はい、はい、10ヶ月ぶりの WWA 世界、そしてインディーの2冠タイトル戦、選手権試合となりました。しばらくなかったんですよね。そうなんですね、絶対にでも私は防衛してから、はい、引退っていうのを考えたんで、はい、頭の中にはあったんですけども、はい、まあ、いろんな動きがあってなかなかタイトルマッチがこきつけられなかったんですけども、はい、ようやくですね、まあ、タイトルマッチということで、はい、もちろんこの試合防衛をして、はい、そして引退試合にこぎつけたいという思いなんですよね。ただ万一チャレンジャー土屋が勝ちますと、ここでチャンピオンがまた変わりまして、はい、第17代の WWA 世界、そして第9代のインディーのチャンピオンに土屋がなります、はい、その2冠のベルト、今田辺さんがお客さんに見せてくれています。赤い方がどちらですか。あれは WWA、はい、ピンクの方がインディーですね、はい、選手権試合らしい展開ですね。この持たせるところがね緊張感が高まってきます。60分一本勝負です。チャレンジャーシャーク土屋、
ブーイングの雨あられ。宮城県スポーツセンター、こちらには2500人の拍手。工藤めぐみ、チャンピオン工藤か、挑戦者土屋か。綺麗な色ですね、この赤。はい、工藤さんもやっぱり自分の試合は見入っちゃいますか。そうですね、はい、さあ今やっとセコンド陣がマットの下に降りました。ゴングが鳴り響いた。二冠タイトル戦、工藤か土屋か。反時計回り、二人が回ります。組み合った、押していった土屋。エルボーエルボーエルボー、ラリアットをかわしてヒップです。ヒップアタック、工藤さんの得意技です。はい、はい、あ、そしてトペスイシーラ、トップロープとセカンドロープの間をすり抜けていきました。場外線にいきなりなりました。椅子の海に投げられたのは工藤さんだ。でしたね、仕掛けたところまでは良かったんですが、はい、そして椅子をどうやら手にしているのは土屋です。その椅子で、ギロチン状態ですか、首をちょんぎろということなんでしょうか。投げていった、別の椅子を今取って、土屋がまた何か狙っています。早くも場外戦です、二冠選手権試合。工藤さんも椅子を持ってますね、二人の椅子と椅子。タイトルマッチなんでね、正々堂々と戦いたいんですけど、はい、この相手にしたらこういう戦いになってしまいますよね、もう必然的に。私もベルトをね、守りたいっていう気持ちはすごくありますから、はい、どんな手段を使おうと思っている感覚になってしまいました。はいはい、まあ相手が相手ですからね、はい、当然ですね、それはね。ラリアットをかわされました。バックに回られたが、エルボーで返します。そしてうまく飛び越えていきました。うまく飛びのような形、あー、ネックハンギングツリー、一瞬のうちに捉えられてしまった、まあ、この試合はいかにその土屋ワールドに入らないかというところがポイントかなと思うんですけどもね、はい、まだ有刺鉄線バット、鎌、そういった凶器は登場していません、はい、椅子のみです。本当はですね、やっぱり目の前にいる敵に集中しなきゃいけないんですけど、はい、どうしても私にはビクターの存在がすごく気になってしまって、試合中もすごい気が気じゃなかったっていうんですか、はい、ビクターはもし手を出すってことはこれ絶対ないと思うんですよね、はい、今までの歴史、 FM の歴史振り返ってみてもないですよね、はい、そうですね、あったら大変です。でも指だけでもやっぱり気になりますよね。なんか嫌なもんですね、はい、同締めスリーパー、これは足を伸ばして手も伸ばしてエスケープです。土屋、あ、もう一回、今度は真ん中で仕掛けようじゃないかということで同締めスリーパー、2回目仕掛けていきました。工藤めぐみさんです、チャンピオンです。最初は短期決戦というんですか、勝負を短めに行こうと思ったんですけども、はい、まあ、ここからはちょっとスタミナを奪って行こうかなという作戦に変えてみたんですけども。そうですか、土屋もでもスタミナある選手ですよね。ですね、長期戦になると果たしてどちらが有利になるんでしょうか。強烈なストンピングを放っていきます。フライングメイヤー、首投げ、フェイスロック、チャンピオンです。この工藤さんの腕に巻きついているあのコスチュームの一部ですよね、はい、あれがうまくフェイスロックには有効かもしれませんね。そうですね、はい、ヒップアタック、宮城県スポーツセンターが沸きます。もう一発、あっと捉えられた、しかし回転していった、エビ固め、これではまだ決まりません。後頭部蹴っていきました。そしてエプロンサイドからレッドコーナー、うまい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 、ネックブリカードロップですかね、はい、ダイビング式になりました。さらにエプロンに1回出ます。そして白いコーナーマスト最上段、工藤さん、あ、そして
土屋がフラフラフラッと近づいてきた。デッドリードライブ投げ捨てていきました。土屋です。チャレンジャーです。本部席のところに行って椅子を持ってきました。今さささっとリングアナウンサーも逃げました。しかもゴムを持って逃げました。あれを恐怖に使われたら大変ですからね。はい、椅子マットの上で椅子攻撃です。またしてもこの椅子を使ってきました土屋。これはうまい工藤さん。さあ椅子の上にフェイスクラッシャー、墓穴を掘ってしまったのは土屋だった。チャレンジャーマットの中央に椅子を持ってきて、これ金属の部分が上になっているわけですね、はい、はい。これはやられたら痛いでしょう。これは工藤目ドライバーをどうやら狙っていますね。ああしかし痛い。工藤さんの腰来ましたね。あ背中。土屋は私が腰悪いの知ってますから、はい、的確に腰腰腰ってきますよね。これはちょっと麻生して有志鉄線市内が登場だ。椅子から凶器は有志鉄線市内に移行しています。シャーク土屋、先ほどの腰のダメージは当然まだね残ってるんでしょうね。工藤さんね、あーうまいうまいうまい。水面のような形になりました。ラリアットはかわされた。バックドロップ、シャーク土屋工藤さんを投げていきました。前止まりもセコンドに入りようです。カバー、これ鎖だけですか。これはチェーンですね。チェーンだけですか、はい、失礼しました。カバーはついていないようです。さあそのチェーンが工藤さんの首にぐるぐるっと巻きつけられてしまった。3回転ぐらいはしたかもしれませんね、はい、あそしてこの状態だ。これ一瞬あのカンドリ戦を思い出しませんでした。そうですよね。あれからもうチェーンの意識って怖いですね。あ、そうですか。そうでしょうね、その悪夢を思い出させようとわざと遅延攻撃に出たのかもしれません土屋、はいはい、まだ首が残っていますが、とりあえずトップロープ、あーしかしそのチェーンをまた掴まれてしまいました。危ないぞ。タイトルマッチ、しかもこの試合はとりあえずデスマッチルールというわけではない。急遽まあストリートファイトっていうのは認められたことになったんですけども。そうなんですか、はい、それもでも土屋のなんていうんですか、押し付けっていうか急遽ですね本当に、もう本当に試合の始まる直前ぐらいに、はい、そうです。あ、じゃあこれはストリートファイト、はい、あ、そうなんですか。ということはこの狂気も一応 OK と、はい、レフリーは取り上げることはできないということになったわけですね、はい、ああそうですか。そして勝つ選手権試合です。んちょっとこれは工藤さん固定されてしまったわけですか。そうです。あこのコーナーに巻きつけられましたチェーンです。出てますねストリートの方。ああそうかそうか、なるほど。でも直前にそんなねルール変更っていうのこれ戸惑っちゃいますよね。それじゃありえないことですからね。ありえない。しかもチャレンジャーの土屋が言ったんですか。はい、そうですか。あ完全に固定されました。動けない状態です。あもうこれはやりたい放題ですね土屋は。はい、あこれはたまりません。チャンピオンがこのような状態になっています。仙台のお客さんもびっくりです。食いつけられちゃったらもう動くことができないですから。ですよね、もうディフェンス一辺倒なわけですよね、はい、今あのチェーンと首の間に手を入れてね、はい、なんとかその首が締まるのを防いではいますが、そしてこっちが本物の鎖鎌ですね、はい、あモンゴルが渡しました。いつものようにモンゴル渡したその鎖鎌を持って土屋が切り刻んでいこうというのか。とりあえず片手で、いや両手でディフェンスしようというところ。これは危ない。あこれ以上カメラはアップにしないでほしい。危ないぞ。また流血か。あすでにもう流血だ。いや死ぬられた選手権試合、しかも2冠選手権です。鎌が刻む、工藤の額を刻んでいる。いや卑怯ですよねやっぱりね、こういう当然です。身動きをできないところでっていうのはもう、これは悪の限りを尽くす。いや本当にもう、これリング降りてからもね、はい、あの
鎌で髪の毛切れちゃうんですよ。で前髪が本当に途中から切れてしまったりとかでなくなっちゃったりとかっていうのもね、女の子としてやっぱりそういうのも気になりますから。工藤さんの唯一の悩みが前髪が薄くなってしまうんじゃないかということでしたっけ。はい、ねえ、でロン毛の男は嫌いでしたっけ。はい、はい、ああ今度はロープと鎌を同時に使っている。とりあえずこれは田辺さんがチェーンを外してましたが、まだ首にはかかっていますよ。はい、またいつくくりつけられてしまうとも限りません。鎌をまだ手にしている。そして切り刻んでいる。ああ今度は正面から。工藤さんが危ない。これ本当に髪の毛切れますよね。切れますね。冗談じゃなく切れちゃいますね。はい、おそらくこの試合が終わった後、もうマットの上にはもう何十本何百本とね。落ちてますね。でしょうね。はい、またしてもこの工藤さんの血みどろの顔を見なければいけない羽目になってしまいました。土屋がまだ鎌攻撃続いています。精神的なものだと思うんですけども、はい、血が流れると繊維喪失っていうんですか、はい、そういう気持ちになっていってしまうんですね。やっぱり工藤さんでもやっぱりそうですか。なりますね、やっぱり。あ、危ない。これはキャッチ。あ、取り返す。違います。今チェーンを外したんですね。はい、はい、首に巻きついたチェーンは今外れました。鎌はマットの上に置かれたまま。あ、しかしこれは後頭部が破壊されてしまうのか。返した、ギリギリ返しました。工藤さんです。さらにストンピング攻撃、後頭部。モンゴルがうるさいですね、向こうに。今チェーンをしっかりとまたキープしています。本部席のまた机ですか。はい、本部席にいる人たちはご覧のようにもう呆然とただゴングを手に立っているだけ。こういうことがしたくてストリートファイトに変更してるんでしょうけども、まあ、狂気が認められるってことで、はい、でもね、普通のやっぱり通常のタイトルマッチだったら、はい、こういうことはね、ありえないことです。ありえないですよね。はい、工藤さんとしては当然、いや、そんなの認めないよと言えたと思うんですけども、はい、やっぱりこの形式になったのはどういう理由ですか。やっぱりもう逃げたくないってことですね。相手は自分の有利なところで勝負を持っていくわけですけども、はい、でもあえてそこの場で、はい、やっぱり同じところに立って、はい、勝利をしたいっていうんですか、うん、で自分の有利なところで勝っても当たり前かなっていうのがありますから。土屋がそう来るんだったらば、はい、じゃあそれを飲んでやろうと、はいはい、私は器がもっと大きいんだよということですね。なればいいですよね、はい、なるほど。まあ、工藤さんの意地もありますしね、はいはい、そうですね、ほとんどもう意地ですね。そうですか、はい、意地が9割ぐらい、はい、そうですか。髪の毛を掴んでいきます。グリーンの髪の毛を掴んで、そして9度目ドライバーの形になっていますが、持ち上げることができるんでしょうか。ダメージがあります。精神的にもダメージがあります。まだ持ち上がらない、中途半端。バックを取ったのは土屋、うまい。1回転スクッと立ちました。工藤さん、ネックブリーカードロップに行った片指固め、土屋を取ることができるか。返しました土屋。まだ血は止まってないでしょ、当然ね。やればやるほど出てきちゃいますね。ですよね、はい、はい。危ない状況です。2回目はどうだ。出ました、9度目ドライバー。これで取れるか。あー、ダメです。チャレンジャー耐えます。しかしチャンスです。あ、どうやらこれは土屋の持ってきた机を使うようですね。足をとりあえず立てておこうというところですね、はい、コーナーのあたりに。セットアップは完了だ。工藤めぐみ、何をこれでしょうね。寝かせますね、はい。さあ、ここはちょっと見ものですね。この試合の大きな見どころの一つかもしれませんよ。セカンドロープ、後ろ向き、トップロープ。あー、キニョネスがしないだ。先ほどこの FM マット、女子に手を出したことはないと言っていたそのキニョネスが手を出した。しかもハイジャックバックリーカーの形から落としていった机の上、工藤さんの後頭部が破壊された。そして土屋も机の上、2連発、もう2連発。これはピンチ、大ピンチ。チャンピオンの工藤、敗れてしまうのか。危ない状況です。何が何だか分かんないですね。机をグラムのような状態。ああ、みずから、これはカバーはまだ早いぜという表情。完全決着を狙ってるわけですかね、これはね、はい、多分そうでしょうね。椅子を要請してセコンドがどうやら椅子を渡しました。
シアが、あ、清宮さん今多分椅子を持ってきてますね、これね、ですね、はい。あ、こんなことがあっていいものなんでしょうか。初めて女子に対してビクターが手を出した。大事件です、これは。すごい力ですね。でしたか。あ、そりゃそうでしょう。男性の力と女性の力の差があるわけです。このビクターが持ってきた椅子、2つ並んで重ねて置いてあるその椅子の上に攻撃です。工藤さんが大ピンチ。土屋はスタミナが全然まだ切れていないんでしょうか。元気があります。椅子の上、パイルドライバードリルアホールの剣が突き刺さった。工藤めぐみ返してほしい。自ら土屋がまたしても、でもやられた側としてはもう屈辱的。そうなんですけども、これモードとしてすごくわかんないんですよね。もう全くこれどういう戦いをしてるのかも自分でもわからない。わかんないです、全然。スチーボム、アブレード椅子がある。あ、椅子にはとりあえず当てませんでしたが、手が当たったか。そのままカバー、やられた。スリーカウント。キヨネスのフォローもあったし、椅子もあったし、カバーもあったし、チェーンもあった。その上でスリーカウントボール。工藤初防衛は失敗だ。自分がこの女子プロレス界の全部を潰してやる。自分がトップだ。工藤はもうリングに上がらない方がいいんじゃないのか。まあ今日で引退した方が多分あいつもスッキリすると思うよ。まあ別に自分は工藤と戦いたかったわけじゃないし、ベルト型だね。あいつの元にあるというのは気に食わなかっただけだから。ベルト取ったからもう何の興味もないし。ねえ、まあこれからよろしくということです。2人乗って、避けて、避けて。